まあその点どっかのマフィアとかね、怪盗とかは、何も喋んなくても何も気にしねえから楽な部分あるよな。それガチで何も気にしねえから。どっかのスパイはどっかのスパイは無限に喋ってるからね。あいつ一人にしといても喋ってるから。あいつは無限に喋ってるからもう、どうしようもねえ。マジで、自分の打つ言葉全部喋るし、思い出したかのように食った飯の話し始めるし、思い出したかのように C 社の話し始めるし、何も言ってないのに、あ、でも、とか言い始めて、どうしたんっつって。いや、あの時のさ、みたいなこと言い始めて、何っつって。ガチおもろい。勝手に病む、勝手に病むって言うなよ。病むのは勝手じゃねえよ。原因があるんだよ。とはいえ、勝手には病んでるけど。あいつはマグロと一緒だと思ってる。ずっと泳いでないと死んじゃうじゃん、マグロって。酸素もあんなくて。あいつ多分ずっと喋ってないとね、酸素もあんな。いや、でも、もちろん普通に無言なこともあるよ。とはいえ。そういう意味での無限天竜マグロカツなのか。なるほどな。ガチわけわからん。